はいこかすまたくぶ博物館です。今日ご紹介する展示図はこちらミニサウンド消火器全3種えー、とワクワクトイパークと書いてありますね。ブレイク CO.LTD。なんでしょうね。はいただのパッケージはこれだけ。ただね、何で取ってきたかと言いますとプライズ商品ですね。えー、と UFO キャッチャーとかゲームセンター限定の景品。 それで、あの、普通にインフォーキャッチャーでね、100円、200円、300円、うん、ぐらいで全部取ってきました。なんか、すごい積んであってね、あの、普通になんか、なだれ落としみたいな感じで、崩すだけで、ポロって取れたんで、全部、全種類ね、一応取ってきました。で、全3種って書いてありますけども、このカラーリングがね、多分、違うだけですね。とりあえず、開けて取り出してみてみましょう。はい。 これだけ。これだけっていうか、うん。こ,これ、これでさえ、はい、全3種類。なかなか消火器ですよね。ミニサウンド消火器。うん、なかなか消火器。で、まあ、赤、黄色、緑。はい。おお。えーと、こちらに書いてあるのはミニサウンド消火器。サウンドファイアーエクス、エキスティ、えんなんていうんだこれ。消火器っていうのはファイアーなんて言うんでしょうね、これ。ちょっとわかんない。 遊べる、音、楽しい。いいですね。三拍子揃ってます。そして、遊び方が小さく書いてありますが、これを弾いて、これをね、握ると音が鳴るってことでしょうかね。はい。うん。全部同じことが書いてありますね。三種類とも。はい。そして、じゃあ音を。じゃあ実際聞いてみましょう。えーと、こちらのね、後ろの方に絶縁シートがついてますね。これをじゃあ、ちょっと引っこ抜いて、 そして、これもね、取り外しが可能なんですよね。別にここがスピーカーとかってなってるわけでもないんですけども、こうやってね、取り外しが可能と。ピッと。で、ブラブラ。ま、消火器ですから。では、じゃあこれ抜いてみましょう。あ、一斉の、お抜けた線抜けました。いきますスピーカーはどこだここかな <laughs> 長押しじゃなくてワンプッシュでいいみたいですね。<laughs> この状態でやっても、あすごいこの状態で、ここをこうやっても、つまみをつまんでもダメですね。やっぱこれをちゃんと抜いて、抜いてからじゃないと、つまめない。あ、絶縁シート。いきまーす。 これ誰が欲しい <laughs> なんで取った俺 <laughs>。なんか、なんかいいと思ったんでしょうね。うん。なんかね、面白そうだなと思ったんですよ。もう一回赤。ちょっとぬ、硬い、硬い,い、硬い。硬いよ、これ。あ、硬い。抜けないやつもある。え、すげえ硬い。うわ。 抜けた。硬かったー。はい。こんな感じで。終了です。<laughs> ってなるとつまんないなって思ったんで、ってなるとつまんないなって思ったんでね。もうあの、大丈夫ですよ。あの、ちゃんとね、本物ありますから。はい。本物あります。はい。いや、本物やんないっすよ。<laughs> 比較です。あの、どんなもんか。 あの、本物と、このね、おもちゃの、プライズのね、ミニサウンド消火器が、どれぐ、どれほどのね、クオリティのもんなのか、この外装が。っていう比較動画を、やってみたいと思います。これ本物。えーと、ちゃんとね、はい。粉末消火器。こ、ここ、普通火災用、油火災用、電気火災用。すごいちゃんと特徴取られて、見てください。ほら、色も。これやばくないですか、これ。 ほぼ一緒。遠近法でちょっと今、勝手にオートフォーカスされてますけども、これほぼ一緒です。<laughs> これは本当にすごいですよね。やっぱ、あの、まあ、僕ん家これあるんですけども、普通に。やっぱ、惹かれましたね、消火器。あの、昔からあって、僕消火器確か訓練の時に、小学校だから中学校の時に、訓練の時にブワーってやったことがあって、普通に楽しかったっすね。 な楽しいっていう表現があんまり良くないと思うんですけども、なんか火をね、消すのに、ボーってやってて、こういう音したかどうかはちょっと謎ですけども <laughs>、あの、もしね、消防士、消防士の方とかがいて、これ使ったことあると、言う方コメントください <laughs>。絶対言えるかどうかちょっと怪しいですけども。まあ、こんな感じですね。大きさ的にはこんな感じ。めちゃくちゃちっちゃい。はい。 どうでしょう何倍かなすごいちっちゃいよね。でも、面白いですよね。なかなか。こういう商品も。うん。だって、100円のガチャガチャであったらやっちゃいますもんね。200円でもやっちゃうかもしれない。300円だったらちょっと高くてやんないけども、でもね、100円で取れるんだったら取っちゃいますよね。そういう精神で、多分、売り出してるんでしょうね。でも、なんか、まあ楽しいですよね。こういうミニチュア系の商品っていうのは、やっぱりこう、なんでしょうあ。フィギュアアーツとか他のね、よく、なんかいろんなのに持たせたりとか、 できますし、いろいろできますのでね、幅広く使えると思います。ということで、今日ご紹介したのは、こちら、ミニサウンド消火器、全3種でした。チャンネル登録、評価のお願いします。では、また明日。